こんにちは、金魚と遊ぶ .com 山強です。今回はステイホーム企画、高取丸船長の金魚屋放浪記を再編集しました。というのも、この動画、土浦観賞魚の店内をぐるりと案内しているのに、私の設定が悪かったのか、再生数が上がってないんですよ。ですから見てない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。見てくれたという方も、もう一度見てください。土浦観賞魚の販売用極上中国金魚を途中で紹介させていただいてます。ということで、最後までゆっくりご覧ください。そこまだ駐車場閉まっちゃってるよ。いや、生で見るとやっぱ動画じゃちょっとわからないところがいっぱい見えるよね。え、これまだ売れてないんですか？マジで売れてないんだ。いい？いや、ああ、これね、うん、あ、やっぱ実際ミントほんとすごいね、デカさが。でけえな。そうだね、90で1匹だね。あ、まるで可愛い顔してる。半端ない、存在感が半端ない。どういや、ここまでやっぱ仕上げてくるってすごいね。やり方も豪快だもんな、ね、今の風にして撮って、いや、いや、探してもいないよこれは、うん、だって本当秘密部屋でも見なかったもん。でっけえ、迫力がすごい。違う、でけえよ。これがやっぱいいな、俺はこれがいいな。これだ、これだよ。まあでもこの赤いのも好きだけどね。その赤すごいね。あのトータル的な形はこれだったりするんだよな。尾の良さ考える。脇んでそうだね、脇んでもこのサイズになるとやっぱでかいなと思うけど、高取船長に持ってもらうと分かんでしょう、大きさが。これで撮影してるからね、この洗面器だね。普通の洗面器と思ったら金魚のサイズが、そう、このサイズ感だと思って皆さん見てください。これイエス、はい、ありがとう。まだたくさんストックいるね、これ中国だよな、これ。まだまだポテンシャルが、これがカントアズマだな。カントアズマもいっぱいいます。金魚水槽が増えてるよ、ほら。そうなの、綺麗だなと思って。あ、中国もね、見れるからね。いやでも本当ね、ちょっと今まだ見てほしいから見せないけど、いや、あれ見たらすげえと思うよ、うん、もう中国やっぱすげえな。本当だけど、俺ギガ数を上げないともう携帯で見れなくなる。上げなさい。あ、社長、あれだな、携帯買った方がいいですね。バグりますね。
あれ乗ったんすよ。あ、最近も。なるなるなる。まだ。買った方がいい。買った方がいい。新しいの出るの。どうするの。ああ、でもそうですね。でも古いも出る。はい、ここからは土浦観賞魚の販売業アドカン貿易李社長がチョイスした極上中国金魚を紹介していきます。見てください、このお腹の張り、まん丸とした迫力のあるオランダショートテール、すごいですね。やっぱり中国金魚っていうのはすごいねえ。まあ、この映像を見ていただきながら、前回の動画に、コメントを寄せてくださった方を紹介していきます。まず光秀さん、屁が臭いのが長所で口が臭いのが短所ってとこ爆笑しました。あっと、 K 先輩に怒られちゃうなこれね。今ステイホームで会えないからいいけど、次会う時が怖いですよ。で、パンドラさん、こんにちは、いつも楽しく動画見させてもらってます。金魚動画インスタ DM 送りました。 ありがとうございます。この連休中になんとか紹介させていただきますので、楽しみにしていてくださいね。他の方も自慢の金魚インスタの DM に送ってくださいね。よろしくお願いします。そしてきっちゃん山田さん、あ、結果臭いのが好きなんだってね。好きじゃないですよ、臭いのは。よろしくお願いします。あと岩瀬さん、金目美味しそうですね、手前の頭は煮付けですか。はい、煮付けです、美味しかったです。食レポ動画じゃないんでね、特に言葉で表現はしなかったんですけど、太田和彦先生ばりにね、表情で表現してみました。よろしくお願いします。ということで皆さん、コメントありがとうございました。この動画もね、ぜひコメントつけてください。そして気に入ってくれたらグッドマーク、そしてチャンネル登録、お済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと鎌倉 FM のラジオ番組の放送もね、続けていきますので、ぜひ聞いてみてください。下の概要欄にリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。では後半は土浦観賞魚の店内紹介させていただきます。最後までじっくりご覧ください。ファンから、会長からありがとうございます。すごいよね、水槽の数が。これね、全部ね、井戸水引っ張ってるのかと思ったら水道水でやってるんだけどね。あ、今ちょうど餌やり。おお、すごい。すいません、してません。あれ、なんだっけ、爬虫類担当はい、爬虫類と熱帯魚で、爬虫類はお任せください。これちょっとベタ、あ、そうか、これベタ。ああ、すごい、これ何、ボンベタ、ベタビカビカでヒレがこんな、あ、ちょっと怒ってますね、この人。あ、怒ってますよ。あ、本当だ。戦う魚ですから。値段ね、出ちゃってるけど、今回はちゃんと許可もらってますからね。あ、マスカット、これが見張り番です。見張り番、踏まない、踏まないで。ほい、あ、ここにもいいんだ。知らなかった。金魚いるね。うん。弟も熱帯魚やってましたよ。そうだね。あー、ここにもでけえカメいる。うわー、でけえ。これはちょっとした水族館だね。すごいですよ。なんか、まあ、多分ね、こういう、なんか俺なんかわかんないけど、すっごい珍しいのがいるみたいだよ。
ここ。何これ。何これ。骨骨ロックじゃん。骨骨ロック。これなんていう魚なんだっけ。なんかレッドなんとかトランス、トランス、トランスルーセット。わかりません。すごすぎ、いっぱいすぎてわかりませんね。あ、何これ。あ、何これ。何ガメこれ。スッポン？スッポンだ。アルビノ。アルビノスッポン。あ、ここにもガメいるから。ちょっと気をつけて。下。ウーパールーパー、ね、水楽の商業、お店にもいっぱい置いてあるけど、注文とかにもね、答えるからね、応じてくれちゃう。今すごいもんね、こういるだけで電話バンバンになってる、ね、注文すごい来るもんね、電話で相当電話した方がいいよね。うん、電話あり。はい、上行ってください、上に行ってください。ウッサーもありますよ。ここ海藻、海藻じゃない、海水、海水。はい、2階に行きます。3階だね。地下階、3階って感じかな。うわ、この間これ見なかったけど、すげえな。見てこれ、この世界観。すげえ、なんかアクアリウム商品所狭しと並んでて、ああ、なんかこれ大型店の品も置いてあるよ。いや、はっきり言ってさ、スペースの問題でさ多分相当品揃えあるよ。あ、石売ってる、石。こういう風にすんのか。そう。こういう風に。すごい。すごいよ。なんかこっちのなんかすごい。何これ。うわ、なんか石レイアウトだって。何これ。これに水を張る。うお。知らなかったこれは。死の世界。これ社長分かってんのかね。これ全部これ把握してたらすごいよね。分かってない。死んでるそうかな。分かってるかな。すごいな。聞いてみようか。石とかさ、アメリカのスクリプトなんか石のみだって水さえ入れられない。そうなん。そう。へー。ジャリソニスマーク、おっ、スモーク焚いてるやつ。スモーキンザウォーテッテッテンデッテッテレンデッテッテンデッテ。これ飲んでるスモーク、すごいね。ドライライト、ドライライトかな。店内を一望してみましょう。はい、うん、これずっと水槽に入ってたやつなんですよ、この袋の中。やっぱ痩せてるんですよ、うん、桜とか一週間前のものとか、なんかあるんですか。違う、太ってるね、最近。そう、太らせた方がいいでしょう。これお買い上げ。買っちゃいました。買っちゃいました。桜龍金、いいね。志村さんの桜龍金です。可愛いじゃありませんか。
はい、最後までご覧いただきありがとうございました。他にもたくさん動画作ってますので、ぜひチェックしてみてください。金魚と遊ぶ .com 山津洋がお送りしました。バイバイ。